トム・マシュー・デ・ロング・ジュニアとは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、防衛出身の歌手、音楽プロデューサー、ソングライター、ファッションデザイナーである。1975年12月13日生まれ、身長は192センチメートル。人気パンクバンド、ブリンク182の元ギタリスト。1975年12月13日生まれ、本名は、 トーマス・マシュー・デ・ロング。高校生の頃、体育の授業中に飲酒をしていたことが発覚し、捕まったことがある。宇宙人、UFO、など宇宙に関することや歴史に関することには、異常なほどの興味を持つ。ブリンク182で成功を収めると、マークと共にクルージングブランドアッティカス、同系列のシューズブランドマクベスを設立した。ブリンクのサイドプロジェクトとして、 ボックスカーレーサーを結成。ブリンクを活動を休止にした超本人と言われている。その後はザ・オフ・スプリングのドラマー、アトム・ウィラードラと新しくエンジェルズエアウェイブスを結成。2008年のパンク・スプリングで来日。同年ワープドツアーではヘッドライナーを務めた。2015年、ブリンク182を脱退し、ソロでの活動を始める。一部からは、 パンク界のトム・クルーズと言われ、最盛期はアイドル的な存在であった。髪型は前髪を伸ばした73分けの2ブロックであることが多い。なお、日本で最も印象にあるバンドにハイスタンダードを上げている。フェンダーからシグネチャーのストラトキャスターが発売されていたが、後にギブソン社の ES-335 を使用し始めたために発売が中止された。また、 ギブソンとエッピフォンからシグネチャーモデルが発売されている。ボーカルとしては、その独特の甘く、ハスキーなハイトーンボイスからブリンクのメインボーカル、特に高音域を担当している。ブリンク182が活動休止になった頃から、トムの声色に変化が生じ始め、特にエンジェルズエアウェーブス結成以降は、歌い方も変わった。ブリンク182の再結成後、 トムの歌声に違和感を覚えるファンが多いのはそのためである。これは過励により高音域が発生しづらくなってきたことと、それに合わせてトム自身が歌い方に変化を持たせたためと考えられる。また、エンジェルズエアウェーブス結成以降にトムのボーカルに大きな変化があったことからもエンジェルズエアウェーブスを通してトム自身のボーカルに対する考え方の変化が あったとの見方もある。最近では再び初期ブリンクの頃の歌い方に戻りつつある。エンジェルズエアウェイブスでは宇宙に関連した曲や映像を制作しているが、トム自身地球外生命体を信じている。彼は近年は宇宙人や UFO との遭遇体系を語る活動を積極的に行っている。UFO 関連の著書、シークロットマシーンズブック1。 チェーシング・シャドウズを出版。サイエンス・マイクのインタビューでは、UFO 研究が、俺が今人生でやりたいことなんだと語っている。トムは、ライト・パターソン空軍基地内研究所の責任者、ウィリアム・マッカス・ランド少将の協力を得て、ロズウェル事件の暴露プロジェクトを進めているという、ありがとうございます。